いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、リプトンより12月11日に発売された、リプトンストロベリー&クリームミルクティー。こちらをご紹介したいと思います。こちらは甘く華やかなスイーツミルクティー。ストロベリーとクリームの甘く華やかな風味が楽しめる、この冬限定のミルクティーということでございます。こういう風な感じですね。ちょ、サントリーフーズさんか。こういう感じですね。100ml あたり33キロカロリー。炭水化物が 6.1 グラムとなっております。まあ、振った方がいいのかな。ちょ、振るか。まあ、ストロベリーとクリームの甘く華やかな風味を楽しめますんで、開けていきたいと思います。ストロベリーとクリームの優しい味わい。ではいただきます。あ、すごいストロベリーの甘い匂い。うーん、甘い。ストロベリーの酸味も味はあるけど甘い。酸味よりも甘い。もうクリームが乗ってる。ミルクティーだから甘い。まあ甘いミルクティーですねでストロベリーが入っているから、まあ、どっち甘い甘いイチゴ使ってんな。うん、もう本当にスイーツなんで酸味が全くないです。優しい味わいではあるけど、優しい味は33キロカロリーで、まあ、乳成分とそれくらいですかね。でもね、美味しいですよ。甘い。だってイチゴの入ったミルクの紅茶、これはね、あるやん、うん、美味しい。でもこれ毎年やってるような気もする。イオンです。リプトンのね、ストロベリーとクリームの味わいの紅茶、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画を見てくれば喜びます。冬期間限定ですので、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。ではじゃあね。